やり。あれいないね。どこだ。いたいた。よし。あれ。えい。よし。リロードして。なんとかさ、MAV、あざまーす。まあね、こっちとら寝る暇削ってやってますからね。よし。えい。お、いないね。うわ、ふざけんな。誰だよ、フラグ投げたやつ。はい。20連キルいった？そりゃいきますよ。さすがにね、ボットで死んでる場合じゃないんで。あ、出てこい。いないな。来た。よし。はい。はい。はい。おら。しゃあ。ああ限界。寝るわ。寝ます。ありがとうございました。15歳、引きこもりニートの娘を持つ父親です。10年前に妻とは死別。それ以来娘が引きこもり、毎日部屋で銃を撃つゲームばかりやっています。うり、行くぜ。あ、そう、出てこい出てこい。どこだ。はい、雑魚。生活は完全に逆転していて、私が仕事に出かける朝は寝ているのでほとんど会話もなく、夜ゲームをしている声で安否確認している程度です。娘の将来を考えると、今後どうしたらいいのか、なかなかどうしても娘が不憫で強くも言えず困っています。かわいいなぁ。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。でも、全然じゃん。え、女の子？そうっす。いや、自分、子供好きなタイプじゃなかったんですけど、変わるもんですね。そうそう、不思議なもんだよな。うちも可愛かったもんなぁ。それ、主任の子さんすか？うん。まだ全然可愛いじゃないですか。いや、まあこれはまだちっちゃい頃だから。今もう23だよ。23歳。あ、そんな大きいんすね。もう大人ですね。いや、うちのはまだまだだ。え、彼氏とか連れてくるんですか？うちは全然、うちはそんな感じじゃないから。あ、そうなんすね。いや、でもそうなるんだもんな。突然彼氏連れてきたり、
お嬢さんを僕にくださいとか言われるんだもんな。想像しただけで辛くなってきました。お前なんかで娘やれるかってな。いや、言っちゃいますね。ちょっと夜中2枚とりあえず帳簿の方から丸、うん、やり1枚 OK。 あーごめん、どうぞ。フラグ投げといた。1枚、うん、分かったけど、あ、裏ポイント、裏いるよ。裏、はい、やり、あ、もう1人いる。 OK、 ナイス。とりあえず空爆落とすわ。ナイス空爆、ね、ここ次ポーだから私も追い打ちかけるわ。そうで行くわ。勝てるっしょ。はい、トロフィー、トロフィーいる？どっちもどっちもいいけど、いらないか。前行く？一旦前出るわ。オッケー、まあ行ってもいいけど右見とくけど、あーごめん、ミス。オッケーオッケー。どうする？いけるかな。ポイントなんか入ってくれたらもう。ナイス、ジー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 、お疲れ。敵を殲滅した。回収地点。あ、やっぱうまいね。お料理エミンじゃない。それはないっしょ。まあ、伊達に引きこもってないからね。無駄じゃなかったね。いや、ほんとそう。ゲームやってなきゃクリスにも会えてないし。今後ともよろしくお願いします。よし。ただいま。よい、よし、着いた。大丈夫、うん、怖くない。え、大丈夫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 、寒くない。必死こいてるから。失礼ですが、あなたもそのような曖昧な態度が今の状況を作り出しているのではないでしょうか。娘のことを本気で考えるなら、ゲームなど取り上げて無理やりにでも仕事をさせるべきだと思います。お前また銃で撃つゲームやってたのか、朝まで。え、他にやりたいことないのか。やりたいことやってます。やりたいことってお前ゲームだろ。ゲームだろ。
赤立て、赤立て右逆、赤立て。とりあえずフラグ投げとくわ。あ、右来てる右来てる。OK、ナイス。どうしよっか。これセンターいるんじゃないか？ないかな。ネクスト見てみようかな。センター1枚、いや2枚いる。じゃあ川来れる。しばらくセンター引きこもるわ。了解。そっか、来週で前も引きこもり卒業か。あー、どっかで決めないとどうにもなんないからね。じゃあ来週家庭訪問ってことで引きこもりの。マジか、どうしよう、緊張してきた。まあわかる、リアルで会うの初めてだからな。ナイス。GG。 いやそれもあるけど、緊張すんな。てかうちめっちゃボロいよ。笑うよ。楽しみにしてます。あーうまいね。あざっす。あー、どうしたの？今日友達が来るんだよね。うちに？ああそう。あ、じゃあおとん外出てようか。いや今日休みでしょ。うん。うちにいてちょっと話したいこともあるから。え？何？分かった場所。あ、まあナビとか。うん、そくそく。じゃあ、はい。あのこちらクリス。はじめまして。どうも。あ、クリスって言っても外国人じゃないから。てか本名知らないや。田中です。え、田中なの？普通。あの前にね、お友達がいるなんて知らなかったよ。だってもう部屋でもうゲームばっかりやってて心配だったから。よかったよ。うん、いや座って。うん、あ、僕らそのゲームで出会った友人で。え？その銃で撃つゲームの？なんだよ、君か。毎晩朝まで毎度やってたのは。だよ。あのさ、私プロゲーマーになることにしたから。え？プロゲーマー。舞さんにぜひうちのチームに入ってもらおうと思ってます。クリスはもうとっくにプロだから。え、じゃあ君はそのゲームでお金を稼いでるってこと？クリスはゲームだけで暮らせるだけ稼いでる。まあそういう意味では舞ももうすでにプロゲーマーで結構稼いでるんです。ああ言ってなかったけど200万くらい貯金ある。え、これ、前、え？前の場合はストリーマーとしての収入だよね。ほぼそうかな。前は結構有名なゲーム実況者なんですよ。
で今度 COD の大会があるんですけど、そこでうちのチームに入ってもらおうと思ってまして、でチームを代表して挨拶に来たという感じです。一応プロになるってことなら音にもちゃんと言えるかなって思って、あの私はもっと上手くなりたいし、この道でやっていくつもり。まあそういうことだから。ご心配かと思いますが、前は反応速度もエイムも正確ですし、連携もしっかり取れるので、今後世界大会とかにも出場していける選手だと思っています。エイムっていうのは照準を合わせることね。あ、こういうやつか。舞さんにチームに入っていただいてもいいですか。いや、舞でよければこちらこそよろしくお願いいたします。え、ランツ残ってないじゃん。 Wi-Fi でやってるよ。え、すっげえ環境。え、そうなの。変えた方がいいよ、全部。そうなの。え、でも変えたい。え、変えたらやっぱり強くなる感じ。もう全然違う。じゃあ貯金はたくわ。あ、全部変えれるよ。マジか。あ、すっげえ。てか、めっちゃ美味しそう。たくさんのアドバイスをいただき誠にありがとうございました。おかげさまで娘が仕事を始めることになりました。プロゲーマーになるのだそうです。恥ずかしながらゲームのことはよくわからないのですが、娘がやりたいことを今は応援してみようと思っています。まあゲーミングルーターは絶対あった方がいいね。もうないと話にならないから。ゲーミングモニターもテレビと違って FPS120 だからだいぶ動き変わると思うよ。 FPS？ そう、まあ簡単に言えばラグなくなるからエイムが合わせやすくなるから。へえ、最強じゃん。そう、やっためっちゃ強くなっちゃうじゃん。だいぶ変わると思うよおー、なんか新鮮。全然違う。ぬるぬる動くでしょう。なるほど、みんなこんな環境でやってたんだ。これはいいわ。怖っ。まあ頼もしいけど、これはマジで世界狙えるかもしれん。いるから、あ、やべ。あー、やった。ナイス。よし、勝ち。GG。
ね、うちめっちゃボロかったでしょ。あーまあそれもあるけどね、一人暮らしね。うん、おとんがさ寂しがんじゃん。そうなんだ。うん。